でねじ伏せればいいだけです。大口はもっと実力つけてから戦うよ。期待に応えます。そうね、頑張れ未来のエース。スペアガルからやめてください。10番キラブケンジロウ。向こうのセッターは手堅い系みたいだし、スタートダッシュ確実に決めたいってのもあるだろうな。スパイクモーションからのセットアップ、さすがは及川の後輩ですね。え、あいつそうなの？いやだね。少し見ましたか、俺のスーパーストレート。ナイスレシーブ。いや、ちゃんと返せなかった。いちいち張り合って疲れないの？お前よこせ牛島さん。そういえば牛島さん、部外者を校内に入れて怒られてましたね。面白い、カラスノのチューバーだから気に入ったんだ。いや、嫌いだ。ほらえ、ナイスレシーブ。ナイス、牛島さん。よこせ、また斜め飛び。視線、足、ハンドリング、どんな動きでも天童さんに悟られたらおしまいだよ。はい、すまん、短い。どんなフェイクを入れようとも天童さんは、スパイクが決まるまでどこに上がるか全く分からなかった。マジ美しい。シアブさん、ナイスター。よっしゃー。シアブ、若年の配分ちゃんと考えろよ。はい、大丈夫です。かわいくねー。まあまあまあ、ナイスレシーブ。マジチャンスボール。どこにあげ、すげえ。石島さんに頼ることだけが俺の仕事じゃない。頭返し、こいつフェイクを、ロック 1.5 枚。10番に視線が集まっていると分かって5番へ上げたのか。とにかくブレイクだ。はい、上ジャム。はい、じゃあ、ストム、入ってこい。はい、うん、よし、見出した。はぁ、シャオさん、ナイスだ。ナイス。執念深く、かつ美酒もただでは通さない。チッ、シャオさん、うちのスパイカーに道を開けろ。ケンジロウ。はい、ケンジロウ生きてる？これが練習試合だったら往復ビンタでした。今のは単なるミスではないんです。チラブ、今日もトスマスキレッキレじゃん。おう、セッターの俺からすれば及川も十分化け物だったけど、一番かっこいい。強い連中が集まるところへ強いバレーをやりに行く。
俺にとっての一番かっこいいバレーはこれだ。誰よりも目立たないセッターに俺はなる。どうも。あいつ引っ込んじゃったね。でも手は抜かないよ。もちろんだ。ファーストパッチがそのままセット。今日初めて合わせる速攻をここで使うのかよ。完璧です、大平さん。うるせえ、こっちの方が強い。シラブ、約束は覚えているか。どんな状況でも無慈悲に俺を使うことができるか。はい、牛島さん、どんな時でもトスを上げるというのは牛島さんが使い物になるうちはということですよね。は？おい、なんか知らねえけどその言い方はなんだよ。そうだ、行くぞ。行くぞ。メガネに時間差攻撃は通じないなら速さで中央突破だ。優秀なエースは存在自体が優秀なおとり。池田一、最後に笑うブロックだ。ワンタッチ。シラブ、はい、おらい。嫌なとこに返しやがる。迷う余地なし、牛島さん。ケンジロウ、大丈夫か？はい、ちょっと混乱して。開けるなんて思わないじゃないですか。力尽くじゃまだ届かずしまい、ギリギリで繋いで放つ願い、ただ人や体